え、でもマジで自炊できない女って本当に一番最悪だと思ってる。え、じゃあさ、え、この人絶対に何としてでも落としたいみたいな人現れたらどうやって落とすの？え？逆に知りたい。キーっていうくらい頑張りたくはないです。え、マジ？いや、まず第一前提が自分に興味ない人に興味、なんか好きって思っても全然こっち向いてなかったら全然、まあ、一番嫌な、一番嫌なタイプのこの中だと一番付き合いたくない。なんで？え、頑張る人でしょ？頑張りますよ、私。めっちゃ頑張る人。めっちゃ頑張る、めっちゃ頑張る、めっちゃ頑張ってくれそう。興味なくても、興味なくてもなんか料理とかをもてなしちゃうかも。めっちゃ一緒。めっちゃ一緒。なんか落としたいみたいな。めっちゃ一緒。なんとでも落とす。わかるわかるわかる。この人を何でも落としたないじゃん。にしても何が何でも落としたいみたいな。一緒だ。え、全然わかんないよね。え、好きにならないの？なりますよ。え、なっても向こうが好きじゃないんだろうなと思って諦めれるってこと？うん、諦めれるっていうか好きじゃなくなっちゃう。怖っ。どう思いますか、これ、皆さん。皆さんどう思いますか？あ、でも最初は自分が好きになりたいです。好きって言われても自分が最初に好きじゃないとあんま興味持ってない。難しい。いいなって思ってる人がなんか興味持ってくれてるかもって思ったら好き。そうでもなさそうだなって思ったらもう興味なくなっちゃう。つまんなくなっちゃう。ミサさん難しい。一番嫌だ。めっちゃ難しい、ミサさん。そうかも、わかりやすいって言われますけど。え、これ放送ってするよ。ね、やめて。だ相手はそんなつもりなくても私にとって、あ、そういうことするっていうことは私のこと好きじゃないんだ。うわ、めんどくさ、思って。くさ、ね、あ、好きじゃないんだ、好きじゃないんでしょってなっちゃう。もうそれでだって家に紙コップがいっぱいあるんでしょ。やば。捨ててます、ちゃんと紙コップ。え、ちょっと家行きたい。全部割り箸？あ、全部割り箸で、あんま良くない、こういうの表に出して。エコに悪いもん。え、でもあれで差し入れとかいっぱいもらえるからよ、紙コップと割り箸。それは嬉しい。それは嬉しい。これ、あの丸い箸じゃないと使いたくない。四角いのね。あー、これ割り箸ね、はい。で、家綺麗です。潔癖なんで。だって人入れれないでも悪いけど、悪いけどとか言う。あ、そうなんだ。なんで？え、ダメです。自分も玄関で着替えてから入ります。もうやばいじゃん。そうなの？もう一個だけ言っていい？ちょっと本当に多分結婚無理だと思う。なんかもうなんか何をするにもずっと見てないとダメだ。そのヨーグルトの蓋開けるにも、もうピッて飛んだのがどこに行くのか、もうなんかずっとこうやって見てる。消毒してみたいな。え、こっちに絶対合わさなきゃいけないの？はい。いや、無理じゃない。歩み寄りだからね。え、ちょっと歩み寄り。え、どこまでだったら許せんの？料理作ってとか言われても絶対作んないの？あ、料理のこと言われたらもう無理です。うわ、めんどくせー。え、遠征とかさ、相部屋だったらどうするの？あ、それはもう大丈夫です。分け合い与えられるじゃないですか、布団1個で。お風呂入ってない状態でみんなそれぞれ座って、まあ自分も空気読んで座って。でもお風呂入った後これ使えないから、もう汚いから。だからみんなこれ使わないですかって言って、余ってますかって聞いて、余ってますよ。お風呂上がりに新しいのに変える。え、よくプロレスできるね、逆に。みたいになんないの？プロレスはなんない？それは大丈夫。ただ外だからですか？自分のテリトリーも変な潔癖で。難しい。はい、自分でも難しいです。え、ちょっと企画作ろうか、ミサの。一回シャワー浴びるじゃん、はい、帰ってきて試合後、はい、で一回 T シャツ着るじゃんか、はい、それ脱いでお風呂入ったらもうこれ着れない？これは大丈夫です。あ、それはいけるんだ。それはいける。え、なんかルールが変。外出たら終わりです。あ、じゃあちょっとお風呂入ってコンビニ行こうって、コンビニ行って帰ってきたらもうこれダメ、アウト。これもうこれで、あの玄関で脱いで。へぇ、ルールが意味わかんない。そう。え、コンビニ行って帰ってきたら自分本体はお風呂入らなくてもセーフ？あー、感覚です。でもその
過ごして着替えるけど、この肌がこうやってこう触れ家具に触れたらやばって思って、これ除菌シートで拭きます。嘘嘘でしょ。マジですごいな。マジで青森の時にあのお部屋で飲んだじゃないですか、私の、うんうん、私より先に枕なんかこうやって普通に上がり込んで、あーって思ったけど、あーまあいいか。今とか剥がれる、あれさーって思ってました。あーって思ったけど、あれそうめっちゃくつられたから言えなかった。マジでやばい。やってたわ。いやでもなんか生まれつきじゃないです、上京して大学卒業してからです、こんなに。え、なんかあったの？これだったんですよね。これは特にないの？ないです。これ公開されますか？されるよ。やばい。家に入ったら全部脱ぐの？はい、今の着てる服を。はい、下着になる。靴箱に服入ってるってこと？あの、玄関の横が洗濯機置き場になってて、そこにもう服、こっちに服あって、脱いで着替えてって感じだけど、あ、奥の部屋は入んないです、お風呂入んないと。あ、そこまでしか入れないです。それは洗浄しないと入れないエリアだから。はい、聖域みたい。えー、そう。え、おもろ。意味がわかんない。異常なまでだよ、うちらからしたらね。やばい、100% もとっくに超えてるよね。すごい、びっくりします。びっくりしました、初めて。いや、そりゃさ、試合でさ、めっちゃ汗かいてるのにベッドにはさすがに行かないけど、はい、え、じゃあすっぽんぽんでお風呂行くってこと？着替えごめんなさい、ごめんなさい。でも全裸でうろうろする。あ、でも全裸気持ちいいですよね。全裸で座れます？いや、全裸で座りはしないけど、結構平気で長時間うろうろできる、してる。だってさ、着替えたらさ、もったいないじゃん。もう一回洗うのめんどくさいから。え、まずさ、一番最初家帰ったらさ、コスチューム洗いたいじゃんか、はい、洗って干すまではさ、寝れないから一番に洗いたいけど、でももうどうせ回すのってこれも洗いたいから、うん、コスチューム入れて、全部脱いで、全裸でうろうろしてる。その間にお風呂入ってればいいじゃん。いや、その間にお風呂入る時もあるけど、ちょっとうろうろしたくなる時あるじゃん。ないです、ね、はい、あります、あります。え、なんか携帯いじったりとか、このスターティングで携帯みたいな。え、どっちに使う？こっちかどっちかしかなかった。じゃあ極端すぎるんだよな。なんか極端すぎるんだよな。1位選択じゃん。はいはいはい、チーズじゃん、はい、でもさ、コスチュームだけやるのもったいないじゃん、はい、だからもう着てるやつも全部洗うじゃん、はい、もう下着も洗いたいじゃん、下も全裸じゃん、でもお腹すくじゃん。で、2位が空腹ってなったらさ、そのまま全裸でご飯食べるじゃん、家で。理屈はね、無駄え、無駄じゃないよ、だから無駄なく全裸で過ごしてるんじゃん。じゃないです。自分はまず最寄り駅に着いて富士そばに入って頼んで、そこでツイートして食べて、もうこれで完璧。それで家帰ってコスチューム洗濯してお風呂行きます。ほら。え、でも一番ご飯食べれない時あるもんね。ありますね。え、なんで？なんか疲れすぎてとか。え？疲れすぎて。どっち？え？葵ち。でも葵多分、でも逆に言うと一番衛生観念終わってるかもしれないです。お風呂朝の時もあるし。え、それはやばい。でも私もある。じゃあ奥の部屋には入れてでも入っていい服がある。何それ、なんか防護服みたいなのじゃない？防護服なんです。え、防護服じゃないんだけど。やばいよ、概念がもうむちゃくちゃ。お風呂めんどくさいの。え、お風呂は諦めれるんだ。諦めれます。そんなに綺麗なのに。その時は専用の靴下と長ズボンとなんかフードついたやつで、あ、もうどこにもつかないように。ここだけ開けてめっちゃ紐結んで汚い。でも自分が汚いわけでしょ。汚いのを自覚してるんで、もうここだけ出して眼鏡かけて寝てます。自分の体が触れてなければ。え、そう、怖い。え、うちら絶対お風呂入らない、ないもんね。え、ないです、絶対入ってもだって本当に汚いから。初めて感じた。え、そう
それはないかも。潔癖なのそれ。だからそれはできるんですよ。それ潔癖。化粧も落とさない。あ、やばいよそれ。それはすごいわ。もうババアになる要素いっぱい持ってんじゃん。完璧なんだけど、そういうのはできる。